ゴンヨウの記念文。そうだよね、今回、海賊は先に変えちゃったけど、今度、ゴンヨウの関連もまだ変えてないわけだよね。で、関連も向こうの記念文で、平成16年9月に制定したやつは、やっぱり未だにまだ、一円武大僧要三大王の大御本尊に南無下手祭り、奉恩者感謝申し上げ、こいつら、全くもうむちゃくちゃだね、学会って。海賊だけ変えちゃって、まあ、関連もとか、ご記念文は変わらないまま、みんなそれを、こう、記念し続ける。どう考えてもおかしいっすよね。うちの子が言ってましたね、お母さん、きっとここのところが変わると思う。それは変わるに決まってますよ。ただ、だから、拙速だから、その用意周到にやるだけでもう、あれもなくなっちゃったんだよね。コントロールが効かないから。もう、とにかくなんかこう、場当たりでやっちゃうわけよ。やっちゃってから、後でしょうがねえから、それをこう、後継ぎ後継ぎ。